よう、真島建設の皆さん、工事はかどってねえんじゃねえのか。しっかりしろよ。藤波、ついに親玉のお出ましかい。世の中には二つの種類の命がある。それが何かわかるか。さあな。一つは金にならない命、そしてもう一つは金になる命だ。ほとんどの命は大した額にはならねえが、お前の命は喜ばしいことに金になる。だから申し訳ねえんだけどよ、死んでもらうで。そういやあんた、大島の竜とか呼ばれてんだってな。俺もドラゴンと呼ばれててよ。ドラゴンと竜、キャラが被ってんだよな。どっちがそのにふさわしいか、ここでついでに決めようじゃねえか。ふん、面白い。よし、行くぞお前ら。こいつは全員ぶっ殺せねえ。